ですね。この Windows、まあ、通常は Mac なんですけど、 Windows をちょっと今ね買いまして、ちょっと試してるんですけどね、10っていうのは全然わかんないですね。このなんだっけ、これこれ何なんだろうね。 Gmail、何か問題が生じたようです。少し後でもう一度実行してください。全くわかんないです。まあでもなんかこうこのデルはすごく良くて、SSD でこうやってこうあれで Mac のようになります。このマイクロソフトエッジはこうやって今もうウェブにもう書けるんですね、これね。今まで使ってなかったけど、ワンノートなんか面白くなってるのかもしれないですね。ちょっと今後使って試してみようと思います。